らになって泣いてますわ。首が回らんっていうのはその銭の話じゃなくてですね、駐車場に入れるときはバックで入れるとですよ、シートベルト外さんと後ろが見えんとですよね。ストレッチをせんと固まっちゃってですかね。あら、後ろ家ってまだあるわ。ここも配達来てましたね。ですよ。バットアイってネイティブはバライって言うじゃないですか。バットアイをあれなんで縮めるんですかね。なんかバライって言うと頭の中ですよ。バライっていう単語をこう脳で検索してしまって、いや聞いたことねえなー。ちょっとなんだ、バッドアイらしいです。なんでこう女子高生みたいにこう縮めるんですかね。あれが聞き取れん最大の原因ですよね。iPhone に三脚つけて撮影しよったらですよ、子供連れの BBA がフ撮影しよる前に出てきてですよ、その BBA のガキがちょろちょろすむだけもう映り込むんですわ。頭きてオタクの息子、オタクのクソガケ世界デビューさせてやりましょうかさ、言おうかなと思ったんですけど、あ、勘弁してやりました。それかい手に持って撮影ですわ。前市長が大名行列の過言のちょたごたすけど、抑えなかったですね、今年は。中華市長はなんか一人でなんか話しながら歩いてましたけど、それで向こう側マーチングバンドが来たんですわ。マーチングバンドが来たのは言っちゃけんと2チーム来ましたわ。
ぱり両方とも宮崎市の高校やったですね。延岡市の高校にはマーチング部はないんですかね。釣り行ってですよ。あ、釣り場に着いたんですよ。そしたらあのロッドとリールを忘れとってですよ。何しに来たっかち。もう家に取り帰りました。そして取り帰ってあのウェーダー履いてですよ。さて投げようかなちょっと単になったのにリールのベールが返らんでですよ。アガタビトンリールは98ステラで98年モデルじゃもんじゃけ98年ちょっと今年は2023年だこれ25年前のモデルですわ。油つけて直したと思っちゃけんな。あステラは3台持ってるんであとの2台はベール変えりましたけどね。そう不思議とそん帰らんリールを持ってきたんですよね。でも釣りせずにとぼとぼと帰りました。使った時に一瞬捨てられてました。がっくりきました。なかなか20年ぶりに釣りをしようとするとすんなりいかんもんですな。昨日雨がパラパラしたかい空気がきれいになるだろうと思ったらまた黄砂が飛んできてるがまあ黄砂と花粉ですかね。なんかタバコを吸わん人は鼻の穴の入り口にあるワセリンかね。ワセリン塗るといいらしいけど多分タバコのヤニと同じ作用ですよね。
いあれがあったけど、あの輪っかが4つ並んだ車、あれをど忘れしたまんま思い出せんが、なんだったかな、あれドイツの輪っかが4つ並んだ車、まあ、思い出せんが、どうしたもんじゃろかね、まあ、会社が止まっちゃって、いずれあの車も水に浸かるのかと思うと、まあ何十車やったかね、アウディやっと思い出した、2時間ぶりぐらいに思い出した、でっちゃねえよ。